見えてますか？聞こえてますか？聞こえてますか？ごめん、来たぞ。見えました。見えました。ありがとうございます。オッケー。オッケー。どっちか？YouTube も見えてますか？あ、YouTube 聞こえますって来てます。声は聞こえるけど映像来てない。はい、あ、見えました。YouTube 側も来てるっぽいですね。あ、じゃあ、OK ですね。今 YouTube のコメントとそこの名札が重なっちゃってるんで、はい、なんか適当にこっち側に散らしてください。こっち側にください。最初から段取り悪い、はい、そしたらじゃあ問題なさそうってことで配信できてそうですね。始めますか。始めましょう。はい、あ、どうもどうも。長さん、どうも。長さかって書いてあるけど。なんか。朝長さん。はい。はい。そろそろ人も入ってきたかな。今20人ぐらい来てます。あ、じゃあ。すごい。ここら辺かな。やっちゃいますか。やっちゃいましょうか。やっちゃいますか。はいはい。はい。じゃあ元気よく。あります。はい、じゃあ始めていきます。皆さんコメントありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。今日はこのイクスラーキーの重大発表に皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。背景作ったのかな。これ用にバッチリ作りましたよ。あ、ありがとうございます。こんばんは。じゃあ、実際に今日の重大発表を始めていきましょうか。はい。はい。ということで、発表開始前にまずこのイクスラーキーって何なのかっていうのをこの団体の委員長の万城環奈さんにお願いします。はい。お願いします。え、その前にここの3人の自己紹介していいですか？そうだそうだ。自己紹介します。段取り悪め。はい、どうぞ。どうぞ。はい、じゃあ自分から自己紹介します。自己紹介。ヒロンです。なんかグラスホッパーとかいじったりして建築で遊んでます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、バーチャル建築家の万城環奈です。バーチャル建築家です。イエーイ。バーチャル天狗の松本千夏です。よろしくお願いします。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。あ、和骨ありがとうございます。はい、じゃあ、あと一応、今日の配信は、はいはいはい、ハッシュタグ XR アーキー、この画面で映している紫色の文字でツイッター連携してるので、ツイッターからも画像とか落としてください。あとは、はい、これでいいかな。お願いします。注意事項は？じゃあ、はい。じゃあ、まず我々、エクスラーキーっていう団体を、9月ぐらいからかな、やってます。そういう、まあ、あんまりなんか、大っぴらに特にやってるわけでもなくて、ふわっと、ディスコード界隈でやってるので、まあ、なんだかわかんないっていうのがあると思うので、まあ、なんか簡単に説明すると、まあ、名前の通り XR と、アーキ、建築っていう2つのものを組み合わせて、なんか誰でも入ってこれるんですけど、やってくれれば、やっぱり XR っていう VR とか AR とか今すごい盛り上がってきてる中で、建築も、建築側からいろんなアクションしてったり、建築と組み合わせたらいろいろ面白いことができるはずなの で、まあ、いろんな技術者たちがそれに賛同した人が集まって、まあ、一人でなんか考えてるより、まあ、みんなでやった方がすごいスピード
で有志で今集まって、まあ、なんかいろんなことやってます。なんかもう特にこれやんなきゃっていうのはなくて、中にいる人が私こんなの作りたいんですけどここが分かりませんとか、こんなんできたんでテストプレイお願いしますとか、なんかただ遊んでるグループです。そのエクスラーキから今日はの放送で、重大発表ということで発表します。はいはい、じゃあ行っちゃいましょう。はい、じゃあ次のスライドいきます。でーん、見えてますか。はい、重大発表というのはですねこれです。第0回 VR 建築コンテストやります。パチ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 、重大ってそんなことかよみたいな、おい重大って言ったから聞いてんのそれかよ。もう多め見てください。でも結構新しい試みだと思ってます。パチパチパチがここにあるけど、VR と建築の誰でも参加できるコンテストをやろうと思っています。で、後でこちらにいる千夏さんから細かな話はするんですけども、まあ、ざっくり最初に言うと、場所は VR チャットでやります。で、VR 建築コンテストということで、まあ、先に期間とか言った方がいい、まあいいか、はい、ちゃんとした内容は後から詳細コーナーがあるんで、はい、そうですそうです、みんな参加してください。ガンガン参加してほしいなと思ってるんで今日その説明をします。じゃ次いっちゃいましょう。はい、はい、次いきます。アデチエツさん、はい、まあ今回第0回第1回とは言ってないんですけど、まあとにかくやってみようと、建築 VR 建築 XR をもっと盛り上げるにはどうしたらいいかなっていう考える中でなんですけど、まあちゃんと一応いわゆるコンペっていっぱいあるじゃないですか、建築協会学生コンペとかみたいにな感じでテーマを決めてます。テーマはなんか言ってなんか家を作ろうっていう副題がついています、うん、バーチャルな家をみんな自由に作って、それを同じここに見えてる浮島みたいなワールドにこう配置してて、それを一個の街を作ろうっていうようなイベントになってます。次、何ですか。神田さん、神田さん声がプツプツ気味かもしれないです。声がプツプツ？声が点点点。はい、じゃあもう一回言いますか。テーマはバーチャルな家です。聞こえてますか？テーマはバーチャルな家っていうテーマで、みんなで作った VR の家で、街を作ろうです。声がプツプツです。音プツプツですか？うん、困ったな。音プツプツ。そうですね。じゃあ何度か喋って。あんまりプツプツだったらヒロンさんに喋ってもらいます。はい。まだダメそうですか？プツプツですか？プツプツですか？バーチャルな家っていうテーマでやってます。大丈夫かな？あ、そう、万丈カンナさんの声は YouTube 側だとちゃんと聞こえます。はい、そうですね、 YouTube 側だと私 OBS から言ってるので、なんで万丈カンナさんの声聞きたかったら YouTube 側でお願いします。なるほど、めんどくてすみません、めんどくてすみません。はい、
二枠だね、はい、そうです。じゃあ二窓でお願いします。二窓でどっからプツプツだったんだろう。まあいいかな。まあこれ見ればわかる、うん、見ればわかるよ。わかんないか。バーチャルな家で、バーチャルな家を浮島のワールドに建てて合ってます。その認識で OK です。はい、次いっちゃいます。まあここあのこれまああのホームページが今ちょうどオープンしてるんで後で紹介しますが、下のリンクで読めます。ホームページ読めないと思うんですけど、なんで VR 建築って何？ VR 建築は VR 空間上に建てられた建築っぽいものです。建築 の, あのモデリングさえできれば誰でも建てることができます。まあ、どうやって建てるのとか書いてあります。で、まあ、ここではちょっとなんで VR チャットっていう場所でやるかっていうのをちょっとページ行ってもいいですか？ OK です。その今 VR チャットっていうのが今一番、まあ、VR 空間で人が集まっている場所です。やったことない人、今回そのやっぱり VR に慣れてない人に向けて結構やってる企画なんで説明したいんですけど、まあ、今建築界の VR ってどっちかっていうとそのいろいろまあいろんな、まあ、建築かける VR もいろいろやられてるんですけど、基本はまあ人が外にいて VR とか AR を使って、うん、まあ、その設計をまあちょっと効率よくやろうとか、プレゼンをもうちょっと分かりやすくやろうとか、ツールとして使われてることが多いんですけど、そうじゃなくて VR チャットとか の, ソーシャル VR っていうものはもうその VR 空間の中で人が生活してるっていうような場所になります。でそういう場所が、まあ、これからどんどん当たり前になってくるっていう認識があります。なので、そういう VR チャット今一番は一番流行ってて一番人がいるので注目度が一番高いっていうのがそこを選んだ理由なんですけど、そこでは、まあ、自分の作ったモデルを簡単にワールドとしてアップロードできて、そこにいっぱい人を呼び込める魅力的な、建築の人にとってこんな魅力的なものはないだろうっていうぐらい魅力的なものが無料で公開されているので、なんでまあVR チャットで今回そのコンテストをやろうと思ってます、うん、じゃあ次、はい次、はい、で一応、はい、第0回なんでまあまあ形上とはいえ一応その審査員みたいな形で3人、うん、審査してもらいます。審査員1人目はまあ私で、それから2人目、モズさん、この方は建築ビジュアライズ、建築ビズ系っていうんですね、そういうのの、フリーランスで活躍している方で、最近サボアテのすごい綺麗なやつを、うん、VR で体験できるようなやつを公開されてる方です。なんで建築 VR を結構がっつりやってくれてる、先陣に立ってやってる方ですね。でもう一人、はい、これは VR チャットにいる人はもう知らない人はいないと思うんですけど、うん、ボクセル K さん、時空間転送士この職業が時空間転送士の方ですね。ボクセル K さんっていうすごい、まあ、XR の技術を持った方がいて、例えば日本列島 VR とか、オキュラス GO とかそういうのでも体験できるようなコンテンツとか、あとは、まあ、VR チャット内でどんどんいろんな空間、新しい空間とか時空間を意のままに操るような、そういうような技術をたくさん開発している方ですね、はい、でそのすごい面白い方々が審査をしますと、まあ、審査といっても今回は、まあそんなにこう
面白くないととかそういうのより、まあ、まずは、うん、あのとりあえず応募するっていうのが大事だと思ってるんで、うん、あんまここは、まあ、この3人が楽しく見るよっていう、しかもこの3人以外ももしかしたら、うん、見る人が、うん、シークレットゲストみたいなのが でいるかもしれないですよ。はい、わかんないですけど、はい、でまあ一応あの各所一応っていうとあれなんですけど、あの こちらにいる千夏さんの財団ちょっとささやかなんですけ ど、はい、あの、はい、どっかから出ます。はい、どっかから最優秀賞と審査員各賞に天城府県が多少あのささやかですが、ささやかに賞として送られます。はい、はい、次いきます。あ、一応一回説明し忘れたんですけど、この、はいはい、このターンはだいたいこのスライドで説明してて、質問とかはこの後質問コーナー設けるので、なんかいくつか質問来てますけど、また後で振らしてください。お願いします。はい、はい、じゃあ次のスライドいきます。はい、審査委員長から一言お願いします。はい、審査委員長ですね、まあ、あの今いきなりこんないろんな話を始めちゃったわけわかんないと思うんですけど、すごい簡単に言うと、建築、まあ、建築の人に限らずなんですけど、もっと VR 空間に来よう、みんな来ようぜっていうのが、うん、目的です。はい、それが目的です。なので、今回そのいわゆる建築のコンペとかってなると、ものすごいこう、時間をかけて、勝てるようなパネルを作って、すごいアイデアも凝ってみたいなことになると思うんですけど、今回第0回っていうこともあって、とにかく参加するとすごい楽しいよっていうことなんです。まあ、その参加は誰でもいいんですけど、その VR に慣れてる、例えば VR チャットにいるような人だけじゃなくて、建築、例えば建築の学科とかにいている学生とかで、VR とかすごいちょっと興味持ってるんだけど、どう飛び込んだらいいか分かんないとか、そういう人にが、まあ、スッと入ってこれるように、チュートリアルをたくさん千夏さん作成で作りました。なので、この、はい、ありがとうございます。なので、このコンペに参加すると、VR にどうやって、持ち込む、モデルを持ち込めるか、どうやってそれを体験するかとか、まあ、それを通した、まあ、学びが得られると思います。一人じゃやりづらいなとか思ってた人も、なので、まあ、これ軽率に参加してもらえると、まあ、いろいろ経験として持ち帰れるので、うん、とにかくコンテストっていうか、とにかく参加すると面白いと思います。以上です。審査委員長ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。あ、詳細のコーナー、あ、こっから私ですね。はい、じゃあこっちどうぞ。はい、はい、はい、じゃあコンテストの、細かい話をちょっとしていきます。まず応募資格なんですけど、13歳以上で、個人でまたはグループどっちでも大丈夫です。はい、であと建築学生、建築業界の方に限らず、 VR 空間を自分で作ってみたい人なら誰でも参加してください。ちょっと声大きくって、やっぱりやっぱり声小さいかも。声小さい、声小さい、ちょっと声が遠いかもしれません。マックスで喋るとどうなりますか個人またはグループ大丈夫です。大丈夫ですか。大きくなりましたよ、声聞いてんのかなじゃあずっとそのテンションでやってください。マジですか。応援してますって来てますよ。ありがとうございます。応援してます。参加費が無料です。で、VR 化は運営が行うので、ヘッドマウントディスプレイ、これつけるやつとか、なんかハイスペックなゲーミング PC とかいらなくて、ユニティは行きます。
で初心者大歓迎で、あのさっきも言ったんですけどチュートリアル動画があるので、あのとにかく、あ、ぶつっちゃうかな、ぶつっちゃう、なんかゆっくりめに喋ってください。もうそれしかどうしようもないんで、ゆっくりめ大きくゆっくりでゆっくりお願いします。でもここはいいですかね。チュートリアルあるってすごく丁寧っていうコメントが来てます。そうです、チュートリアル動画もあります、はい、一応下のリンクからいろいろ飛べるんで、声がダメだったら読んでください。そうですね、読んでください。はい、じゃあスケジュールの説明します。登録と作品提出期間は今日からです。もうこの放送中から、登録してくださって大丈夫です。で、作品の提出締め切りが11月の30日までになってます。聞こえてますかね。聞こえてる聞こえてるはずです。反応がない。皆さん聞こえてるぞ、お願いします。ささやき声ちょっとすいません。じゃあまあちょっと大きめにしゃべりますね。ベンダーは触ってて、この11月30日までの間に、作品はあの制作途中のものであっても何回でも送って大丈夫です。でその途中段階のものを提出してくれたら、あの不定期でこっちの運営側がワールドにアップします。なのであの街ができていく様子も、あの完成品じゃなくてもどんどんできていく様子を楽しめるようになってます。でその街どこから見るのっていう話なんですけど、あのウェブサイトのトップページにこのボタン、何ですか、現在のワールドの様子を見るボタンがあのトップページの一番端にあるので、これをクリックしていただくと、何ですか、あれ360度画像でこれこのワールドが見れるようになってます。あのもうすでにあのまだ建物何にもないんですけど、何にもない状態のワールドの360度の様子見れるように、あのよかったら見てください。大丈夫ですかね。はい、じゃあ次行きましょう。楽しそう、はい、楽しそう、ありがとうございます。敷地はその島の VR 上の町の一角なんですけど、この場所は運営の独断で、配置させていただきます。で、家が増えていくにつれて道路とか開口もできていくようになってます。はい、であと、建物については、バーチャルな家をとにかく自由に形にしてください。でその集まった家で町を作ります。ここが大事なんですけど、あの建物の大きさは、30m×30m×30m の立方体に入る大きさにしてください。この大きさより小さければ大きさでも大丈夫です。はい、で提出は Unity パッケージ形式でお願いします。このパッケージ形式の、あの作り方とかもチュートリアル作ってるので、見てください。これ大事ですね。あのデータの大きさは10メガバイト以内でできるだけお願いします。はい。次お願いします。はい、次行きます。はい。提出物。4つあります。さっき説明した作成した家のデータ、Unity パッケージ形式が1つで、2つ目がモデルデータのスクリーンショットです。これは、完成状態の確認のために使わせてもらいます。
はい、で3つ目が作品説明用の画像ファイルです。でこれは、その作品の家の前にその家の説明用として使わせていただきます。でこれは私が作ったサンプルの画像ファイルをダウンロードできるようにしているので、それを見て作ってください。で最後作品名ですね。これは提出時フォームに記載してください。で、さっき途中段階のものでも提出して大丈夫ですって言ったんですけど、その途中段階のものを提出するときはこの一番上のこの1番の家のデータだけで大丈夫です。で最後これで最終成果物ですって出すときはこの4つをセットにして、提出してください。 OK ですかね。はいはい、次次お願いします。はい、次行きます。 OK、 ありがとうございます。はい、これがチュートリアルなんですけど、こんな感じでまず Unity をインストールするところから作ってます。で2番 3D データを Unity にインポートするのを各ソフトですね、動画作ったのは SketchUp と Revit と、Fusion360 ですね。で Rhinoceros はバンジョーさんのブログを見ていただければわかるようになってます。前にブログ書きました。そうですね。で、その他の、Blender とか Cinema4D とか Max とかはこのその他に含まれるので、この辺はちょっと公式のドキュメントとかのリンクになってます。お、建築会話の人も。そうです、建築界隈の人誰でもできるように書いてます。はい、そうなんです。CAD データからちゃんと持っていけるようにしてます。お、はい。で最後3番ですね、提出用のデータを作成するのも作ってるので、チュートリアルこんな感じでですね、動画とテキストを両方作ってるので好きな方でやってください。高校生もできると思います。できます、高校生もできます。はい、ちなみにフリーのソフトはブレンダーとユニティって感じですか？あ、スケッチアップもフリーです、ね、あ、はいはいはい、はい、高校生もできます。もの、ね、によってはお高いですけど、じゃあ次でいいですか？あ、フュージョン360も趣味で使うなら無料ですねあとこれなんか1か月レビット無料、はい、1ヶ月間スケジュール的に体験版でいける可能性がありますね、いろいろ。あ、確かにそうですね。はい、だいたい1ヶ月は体験版ありますからね。じゃあ、はい、はい、行きます。じゃあ次お願いします。はい、でいろいろ説明したんですけど、まあ詳しくはこのホームページ作ってるので見てください。ここから飛べると思います。はい、説明欄にもリンク貼ってるんで、下から見てってください。そうですね。それか、はい、頑張って QR コード読んでください。知っていた方が絶対楽ですね。わざわざ。はい。で、もうここ書いてあるんですけど、今からこのウェブサイトで参加登録、はいね、スタートしてます。どんどん申し込んでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。説明は以上？以上です。あ、ハッシュタグ。ハッシュタグが、VR 建築コンテストです。で、このタグのツイートを見つけ次第、イクスラーキの公式アカウントが速攻でリツイートします。なので、ぜひ提出する前のスクショとかでも構わないんで、そのスクショとこのハッシュタグをつけてぜひつぶやいてください。ハッシュタグもよろしくお願いします。はい、お願いします。
これでスライドは終わりです、ね。以上か。じゃあちょっと。はい、ありがとうございます。ここの背景の話をします。そうですね。じゃあここの背景なんですけど、今このホワイトボードで半分ぐらいしか見てないんですけど、ここの実際コンテストをやる敷地の何だろう予想モデルみたいのが360度背景で作ってあるんで、それちょっとカメラで回ってきます。おーすごい、最近のあれだね、バーチャルキャストはいろいろできるようになってるんですね、うん、おーカメラ今ハンディカムを持ってきました。あ、変わった、すごい変わってる、すごい、すごい。この浮島の真ん中はこんな感じで大きいイクスラーキの木が生えてます、うん、ではホワイトボードがちょっとしゃあやりますっていう人コメントが嬉しい。やったホワイトボード邪魔、はい、ホワイトボード1回でイメージとしてはこの真ん中のイクスラーキの木からこう周りにそれぞれ思い思いの家が建っていくっていうようなそんなイメージでーす、うん、今こう演習場に建物がポツポツ並んでる感じなんですけど、皆さんの思い思いの建築でいっぱいにしてください。わあ、なんか変なのある不思議なやつがいい、すごい、うん、マックスのティーポットもあるんだよねどっかにティーポットはあれですね。あっちですね。うん。あ、ティーポット。切り替わりが。ティーポットもいます。あ、これ。マックスでおなじみティーポットですね。はい。こんな感じで考えてます。はい、じゃあ、そんな感じですね。じゃあなんか今から質問どうします？一応まあ突然質問。そんな感じですね。凸枠これから開けるんで、実際に聞きに来てもいいですし、質問コメントで増やしたりしてください。はい。まあ、今、一通り説明はしましたが、ちょっといろいろね、第0回っていうところがミソでして、なんで第1回じゃなくて第0回かっていうと、結構、運営する側も、まだ VR って、結構いろいろ問題があちこち起きるので、割とテストも兼ねてます。特に今回、はい、それぞれもらったものを一つのワールドに入れるっていうコンセプトでやってるんですけど、それ結構難しいんですよ。いろいろ問題がね、うん、多発しがちなことなので、やってる途中でなんかいろいろ運営側もいろいろミスったりすると思いますが、まあ、そういうのはお目見てくださいということで。お願いします。本当そうですね。なんか VR チャットの人は分かると思うんですけど、バーチャルフェスティバルとか、バーチャルマーケットとか、うん、大変なんですよ、みんな。みんなからもらったモデルを一箇所に集めて、ワールド化するって結構、やばやばな作業なので、何が起きるかわからないんですけど、まあ、とにかくそこは一緒に頑張りましょう。卒生やりつつ VR 建築コンテストやるしかない。なので卒生すごい大事なんです。卒生は優先してください。ただあんまりこだわんないものでも今ある正直今建築の学生とかだったらみんな何らかの 3D モデルあるじゃないですか。それをただただ VR で見てみたいとか、うん、それだったら、うん、まあ、そのままアップすればいいだけなん で、 そうです、ね、頑張れば多分3日ぐらいかな1週間学ぶのを含めて1週間何らかはできると思います。できますね、はい、はい、質問来てたんですけど、なんかせっかくバーチャルコンテストなんで、はい、バーチャル商品ないんですかっていうのを来てました。なんかバーチャル商品かけますか。バーチャル商品か。考えましょう、それはじゃあ。この敷地の中に銅像を作るとか。ああ、いいですね。いいですね。完全に。このワールド、そうだ、うん。終わった後。ワールドの。うん、はい。ですよね。終わった後公開する
つもりなので、その時には優勝者の銅像がいいですね。かもしれない。それかこの島の名前をその人の名前にするとか。ああ、はい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 。命名権。命名権。命名権ですね。VR の世界の中だけで使える商品が欲しいですねって言ってますね。本当ですか？天岐阜の方が良くないですか？確かに。私だったら天岐阜がいいな。天岐阜がいいですよ。こんばんは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 。来ました。こんばんは。聞いてる感じ大丈夫でした？あ、大丈夫ですよ。千奈さんがこう優しく喋ってる以外は大丈夫です。優しさに包まれました。手乗りビルバオグッケンハイムとか欲しい。欲しいですね。モデルさえあれ間を取ってバーチャルアマギフで。バーチャルアマギフ意味ない。バーチャルアマギフって何が何に変えられるんですかね。バーチャルアマゾンで買い物ができます。あとすごいお願いしたいのは、この後多分 ツイートでちゃんとコンテスト始めます、ツイートしますよね。はい、それをできるだけ多くの人に伝えたい、かつ そうですね、そのいろんな大学とかそういうところにも学生さんとかの耳にも入るように、目に入るようにしたいので、まあリツイートとかその他大学に置いてもいいよとか、なんかそういうのも含めて期間がそんなに長くは設定してないので、一気に広めたいと思ってます。ご協力お願いします。お願いします。もうツイートしちゃった、ありがとうございます。もうツイートしちゃった、ありがとうございます。ありがとうございます。イクスラーキ獣勢がやってきました。あ、獣の沼の住人で、あ、審査員の方が、あ、審査員こっちです。こっちください。モズさん。モズさん。真ん中でどうぞ。モズさん、意気込みをどうぞ。頑張って審査します。何か面白い案を見せてください。クマさん。クマさん。はい。こんなクマさんですけど、サボアテを誰よりも知り尽くしたクマさんです。獣枠と獣が多いんですよね、この団体今。そうです、人外が今多いですね。人外が多い。美少女系が虐げられてる。獣とね、愉快な仲間、美少女と愉快な仲間たちみたいな今感じなんです。こんな感じ。運営も作品出してほしいってきてますね。運営も出してほしい。運営からも、ここにはいないですけど、出そうとしてる人とかもいます。運営側でいます。そうです。で、僕も出します。このイクトラーキー主催なんですけど、別にその中の人もこれの自体はその全員で作ってるわけじゃなくて、イクトラーキーの中のまあ一部の人やってるんで、ここに参加したい。出します。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん軽率に出してください。出します。来ました。このアイコンの人強い人だ。強い人。まあだからといって男女と私もひいきするわけではございませんので、はい、ご安心ください。まず楽しんでやろうというのが一番ですね、はい、第0回の今回は。なんか質問、お二人も聞いててこれが説明しきれてないよとか、なんか質問でグループで応募できるのでしょうかって来てますけど、はい、グループは OK です。 OK です。グループを大丈夫です。大丈夫です。楽しむのが一番。今
今どれぐらい見てくれてるんだろうか。今120人とかありますね。ありです。これ累計ですけど、技術質問ありです。何の質問でもありです、うん、ありです、ありです。今これ見てる学生の人とかいるのかな。割と見ててほしい学生の人、うん、見てなくても、ね、コメントしてください。なんか製図室から見てる人いましたね。誰でしょうか。あと製図室、そうそう、高校生でもできそうっていう人は製図室から合わせて150人超え。おお、おお、えーい、皆さんありがとうございます。マジでほんまか。両方開いてる人もいる、ね、ほんまに。確かにある意味製図室から開いてました。だある意味製図室から、ある意味どういうこと、どういうことどういうこと。来てました。これ演出はどの程度大丈夫ですか。シェーダーやパーティクル。沢吉さん、あ、これガチ勢の人の質問ですね。これそのまま。はいはいはい、シェーダーとパーティクル、あ、そうか、演出か。演出はですね、今回こう0回なんで、まあ、どれくらい負荷があるかっていうのを、まあ、正直僕らも探りながらやっていく感じなんですけど、まあ、重くならない程度にっていうのをまあ、みんなでこう共有しながらやりたいなというのを思ってます。なので、基本的にはどうしても使いたいっていう場合はもちろん使っていただいていいですし、ただその場合それで重くなっちゃったりする場合とか、他の人のワールドが見れなくなっちゃったりする場合はこちらで相談しながら外させてもらったりみたいな形を取ろうと思っています。なのでまあ、基本的にはやりたいことをやっていただきたいというのがまずはメインですね。まずはホームページにちょっと詳細書いてますよね。あ、そうですそうです、はい、細かい要はさっきのスライドで見せきらなかったもっと細かいやつ、いわゆるこうガチ勢の人が気にするこれはどこまで使えるかとかトリガーどこまで使えるかみたいなのもちゃんと書いてあるので、一応そこを参照してもらえれば、まあ、何がいけないかとかどれくらいやったらいいかみたいなことは分かるんで、ぜひサイトの方を見ていただいて、はい、軽率に気軽に応募してください、はい、例えば鏡の迷路とかはダメです。重たくなるパターン、やばいやばいやつは、うんうん、鏡って描画を何回もさせる、パソコンにさせることになるんで、うん、結構、うん、VR 界には結構現実とは違うレギュレーションが結構ありましてその最たるものとして鏡は結構重いとかそういうのがあるんで、うん、ちょっと書いてありますね。はい、なんか現実的じゃないものっていうのが VR の中では結構あったりするので、まあそうですね、一応まあそこのもうみんなで勉強しつつっていうのはまああるんですけど、まあ、ひとまずやりたいことを考えていただいて、でそれ分かんなかったら相談してください。皆さんTwitterでアカウント持ってるんで、どしどしリプ飛ばしていただいて、これできますか、はい、みたいな、どんどん聞いていただければ。聞いてください。いいと思います。一応公式のツイッターアカウント説明欄に入ってるんで、公式に質問したらきっと誰かが答えます。はい、ちょっと質問が追い切れないので公式の方にまたお願いします。さっき見たので言うと締め切りはいつ、募集期間もう一度お願いします。募集期間もう一度お願いします。これですね、はいはい、今から11月30日までです。はい、デチデチさんが説明してます。こんな感じです。すごい、デチデチさんありがとうございます。ありがとうございます。で、あともう一個さっきあったのがキャラクター置いてもいいですか。はい、いいんですけど権利的な部分アウトなものは NG です。あ、そうですね、バーチャル建築なので別にそこに何のキャラがいてもそれは建築だと言い張れば建築なので、うん、うん、何でもありです。ただし本当権利的にアウトなものをモデルの、まあ、ぶっこ抜きとか言いますけど、うん、そういうものは使わないでください。ダメ絶対ダメ、はい、ダメ絶対です。はい、次、これ期間中に困ったらやり方聞けたりするんですか。もちろん。あ、やばいやつ、名前で取れないかほとんど答えられれば。どこに質問すればいいですか。あ、どうしよう、やっぱツイッターですかね。あ、もしくはあれ、公式の質問フォームってありませんでした。
問い合わせがありますね。お問い合わせフォーム作ってます、うん、はい、公式の問い合わせフォームから質問してください。はい、どっちでもいいです。それは、後から、うん、はい、共有されるってことでいいんですよね。あの問い合わせフォームにやっても、ツイッターにやっても、基本的にあの、はい、どういう問い合わせがあったかは公開されるっていうことで。そうですね、はい、そうです、よくある質問みたいなのを作っていこうと思います。はい、なので分かんないことあったら質問してください。まあ、チュートリアルを見て、まずは自分でやってみた後で。あ、すごい、学生さんがいっぱい送ってくれそうな感がある。学生さん、ありがとうございます。学生さんにいっぱい送ってもらえたら、とにかくこのコンテストの存在を知ってもらうってところですね。ありがとうございます。コンセプト的に、非建築家が試しに建築キッチックなことをやってみるというより、建築家の方が VR に挑戦する機会って感じですかね。これは両方ですよね。両方ですよね。あの、私の個人的な思いとして、建築の人があんまり VR に来てないなと思ったんで、そこ押しでちょっと喋っちゃったんですけど、うん、正直あの今そのイクスラーキ自体、建築の人以外もかなりいます。っていうのはやっぱり、まあ、あの XR の世界になると、建築って言ってもそのゲームの方の人とか、映画とか CG とかアニメーターとか、まあ、誰でも建物ってやっぱ建てられるので、はい、建築に限らずどんなジャンルの人でも OK です。うん、なんかあの言ってみたら、あの今回あの VR チャット内でなんかもう家持ってるよとか、あのホームに実は作ってて誰にも見せてないんだけど、ちょっと見せたいなくらいの人でも全然あのそれは応募してもらって構わないですよね。そのくらいの感じでもいいし、はい、という、うん、はい、いいです。この質問、登竜門とかコンペサイトに載ってるのかって質問があったんですけど、まだ載せてません。これ載せる予定あるんでしたちょっとまあ、やってみます。これ第0回なんでどうでしょうね。第1回、この第0回であのちゃんとうまく運営も含みでしたら、やっぱり第1回とにつなげたいので、その時はやっちゃいましょうかね。あ、そうですね、うん、はい、またいいか。ユニティが一番のハードルっていうのが来たんですけど、ユニティ分からんってやつですか。ユニティ完全に理解したするしかないんじゃないですか。空間でも大丈夫ですか、内側だけ。内側。インテリアってことかな。あ、インテリア、お部屋だけと。まあ、うん、一応まあ箱とかに詰めておいてもらうとか、うん、壁立ててもらうとかですかね、うん、の方がいいかなという。タイナさんからボクセルでもいいですか。いいです。もちろん、もちろんです。もちろんいいです。もちろんです。ボクセル勢もどうぞ。第1回はいつ頃になりそう。第1回なぜなぜ、まあ、これがまず年内で全て終えるので、はい、終えて、審査も含めて、公開も含めて年内で終えるので、まあ、うん、あるとしたら春とかですかね、なんとなく未定です。未定です。空中浮遊する建築はありですかって来てますけど枠に収まってれば OK ですよね、はい、うん、はい、OK です。あの到達できれば入れない建築が存在するみたいな。地下に埋められる。あ、これどうなんですか。あ、地下。地下に埋める。まああの地下はあの相談次第で、うん。そうですね。地球を持ちで。あ、これあかんやつ来ましたね。これ。あかんやつ。あかんやつ。読めないやつ。読めないやつ来ます。読めない。バーチャルテイスト。だぞ。竣工式をしないといけないやつですね。あ、そうですね。うん、テープカットしますか。あの、確かにあのパブリカ化すればあの残りますからね。あの、ある意味こうバーチャルテイスト的な今回出したぞっていうのは、ね、バーチャル
ある意味バーチャル地震災とかな。バーチャル地震災。バーチャル地震災。はい、そこ何のコメントが来てんだろう。地震災。一緒のことを考えてるやつがいる。要は基本自由。うん。そうです、うん、自由です。うん。あ、それは投了ですか。終わったやつ消しちゃった。なんかあの、消し方わかります？こう、こう。掴んで、ベシベシってやると、ベシベシ。ポーンって消えます。2回グリップすると消えますよ。バイブじゃないからなんていうか知らないですけど。そうそうそう。あとそうだ、まあ今まだ決まってないんですけど、これ自体はそのさっき説明があったように VR 機器とかその VR レディーな PC がなくても参加はもちろんできます。ただやっぱ自分で作ったものを VR で見たいと思うんですよ。でそういう人に体験できる機会をなんとか作れないかなと思ってて、まあ、日本全国は無理なんですけど、参加した方の、住んでるからが、まあ、例えば東京になんか結構人がいてそこで、VR で見たいできたもあの街を体験したいなっていう人が多かったら体験会みたいなのをやれたらやりたいなと思ってます、うん、なので VR 持ってない人もそこに VR で入れるようになんかやります。もし需要が高ければやります、うんうん、体験したいお金ないって聞きますけど。そうですよ、学生やっぱきついので VR 系の機器なんてやっぱつらいのでそれはなんとか、うん、希望者にはできるようにしたいなと思ってます、うん、はい、とできるはず、うん、ただリアルで顔を合わせたくない場合は難しい。あバーチャル存在だと、ね、バーチャル存在だと会えない。そうそう、学生なんかだいたい質問はできたかな。で, とできるはずですね。バーチャル提訴気になるとき技術者です、技術者です。あ、瀬川さんだ。あ瀬川さんバイオスフィア、あれなポリゴンどれぐらいあるんですかね。容量が収まれば OK じゃないですか。そうそう、容量が収まればね。VR 環境が全部揃ってる団地施設作ってください。需要ありますよね。VR レディー集合住宅って提携したいですよ。これはもうでも大学がするべきじゃないですか。そうですね、学生寮に学生寮学生寮に VR レディー学生寮。すごいギークな人が集まりそうな。気になる、ね、いいですね。これあれですよね、放送一応一旦9時までってしてますよね。一旦9時までです。9時までです。あと5分、枠はあと1時間ありますけど、もしもの時用なんでとりあえず9時終わりです。なんで何でも関係ないことでもアンコール、アンコールまあ適当に伸ばせますけどね。説明2周目プツプツ説明がまた説明に中延長してもじゃあねなんかお題を振らしてくれたら喋ります。質問くださーい。エジさん、なんだなんだこれだ。エチデチさん、 VR 機器を持ってない人でも自分が作った空間を体験するために現実空間でも体験会をやる予定。あ、これさっきのやつですね。まとめをしてくれる。エチデチさん、定期的にまとめありがとうございます。ありがとうございます。審査基準、これ難しいですね。私は、まあ、バーチャル
ならではの感じで楽しそうな案に入れたいです。うん、さんは僕はそうですね。やっぱり現実世界じゃないものが見たいです。そのやっぱりあのなんというかリアルに寄せるというよりはもっとこうとんがったものを脳みそにパッと思い浮かんだとんがったものをこう見せてほしいなっていうのがありますね。うん、確かにそうですね。なんか正直あのすごいリアルなものを作ってきてもあの、うんうん、ワールドにそのリアルさを実現できるか割と心配なので我々もそうです、ね、すごい重くなったりするとあれなので、うん、あとこれすざまじいこう質問が来てますね。皆さんは社会人なんですか。これ難しいですね。難しい質問です。これ難しいですね。動物みんなバーチャルな存在です。動物です。はい、バーチャル社会人です。あ、今回のサクサクっと作るライブ配信とかされあーなかなかねライブ配信これはどういうことかな。あー確かにこれをライブでやったワールドを作ってる様子をということかな。うん、もしくはどうだろう。でもなんか今回の作っているライブ配信じゃなくてあの できた時にやろうとは思ってます。そうです、あのみんなでその街を歩いてああだこうだ言いながらやる配信はする予定です。うん、これライトの質問来てます。講習会なんですか。伝統のエフェクトモデルを作れば運営で調整してくれるのかにゃ。猫ですね。猫からの質問。さすがバーチャル。ちい散歩的な。そうです、そうです。照明の問題がありますね。照明。照明はちょっとあれなんですよね。はいはい、残念ながらライトはあの使えないことになってます。草薙に参加したいです、ここにいる人たちのツイッターにちょっと DM ください。照明はどうしましょうかね。一応ライトそれぞれの案がいっぱいライト使ってくるとそれを最後ワールドにまとめたときにものすごい重くなるたりすることがあるのでライトはなるべくまあ使わずにやってくれた方が嬉しいんですけど、どうしてもっていう場合はもちろんあの相談です。うん。はい。ですね。リアルタイムが一つ二つでも入ってくるともうすでに重たいみたいなことが起こり得るので、うんうん、そうなんです、ね。うん、なるべく減らす方向にご協力いただけたらありがたいなって感じです。はい、まあただ分かんないこといっぱいあると思うんですけど、分かんないことだらけで、はい、やりながら相談しながらまあちょっと。表現したくてもできないことも出てきちゃうかもしれないんですけど、まあ、なるべく、うん、まあできるように。ワニさん一緒に考えます。はい、さっきのバイオスフィア130万ポリゴン。万ポリゴン。ダメだ。まっさり。はい、これもええとこやな。はいはい。多く、ああ、ポリゴン数ですね。ああ、頂点数やポリゴン数が人によって全然違うと。なので、一応ユニティパッケージの容量、提出物の容量に10メガっていう制限をかけてます。なので、まあ、その範囲内でできればですね。そうですね。一応、まあ、目安ではあるので、まあ、10メガ以内に収まってくれるとありがたいなというレギュレーションで、うん、まあ、そこもはみ出す、どうしてもこれ、例えばなんかこう、ね、画像ちょっと使ったらば重くなっちゃったよっていう場合は、相談していただければ、それちょっとはみ出ても大丈夫ってことになる可能性はあるので、まあ、そこも収まらなかった場合は、なんか相談とかしてくださいっていう感じでしょうかね。ですね。うん。はい。よー。一応9時になった。建物内で鳴る音楽とかありか。
それもできなくないですよね。うん、そうですね。どうしてもそれが多いからな、うん。そうですね。あの中の寂しいからなんとなく鳴らすみたいなのはちょっとご遠慮いただきたいなっていう思うんですけど、うん、あの例えば音楽鳴らしとかないともうこの空間成立しないぜっていう場合はもうあのそれいただければあのかけられるように、うん、頑張るので。そうですね、まあ、その場合もあんまり重たいファイルじゃなくて、ね、ちゃんと MP3 であの設定をあのなるべく軽い MP3 にするとか、うん、そういうことはお願いする可能性があります。うん、とりあえず9時になったんでこの辺にしましょうか。はい、そうですね、はいはい。ベルリンフィルハーモニーバリのやつ。ベルリンフィルハーモニー私好きなんですけどあれ最高ですよ。あれは素晴らしい建物です。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。そうですね、じゃあ閉めますか。さあ、ありがとうございます。ひろさん、じゃあ閉めよう。じゃあ一応そこのホワイトボードください。一応もう一回告知して。ああ、そうですね、ちっちゃくしちゃいました。もう一回告知します。ワールドもう一度見せてください。ワールドもう一度閉めた後でね、うん、じゃあ一番最後にちょろっと、うん、はい、はい。まずハッシュタグは VR 建築コンテストです。皆さん積極的にツイートしてみんなで盛り上げていきましょう。それと今日あった情報はウェブサイトに大体書いてあるんで皆さんウェブサイト見てください。この下の説明欄にリンク貼ってます。説明はそんなもんですかね。ということで、VR 建築コンテスト、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。広めてください。広めてください。どんどん広げていってください。じゃあ、最後にワールド一周しますか。はい。カメラ。まあ、ここでもう本編終わったんで、あと、もうあとはふわっとしてるんで、見たい人だけで。パチパチいっぱい来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチすぎて世界が。コメントどうでした？降ってくるコメント、すごい楽しかったですね。これいいですね。これ伸ばせますよ。伸ばしてあ、カメラか。わー、すごい、アップもできるんですね。エクスラーキのキャプテンです。キャプテンパドラとかのメディアに掲載されてほしいな。そうですね、何らか、うん、何らかインパクトを与えられるようにしたいです。噂のマックスのティーポット、そこにいます。でもなんか奥の方にバイオスフィアみたいな建物がいますね。バイオスフィアありますよね。いますね。ロポリ小さめの。逆三角錐とか、こんなトゲトゲありなのかみたいなやつとか。なんかお菓子みたいな、なんだろうな。普通の住宅みたいのもありますね。コンペイトありますか？コンペイト、コンペイト、コンペイト。あれのことか。だと。これ全部ガニさん書くなどしたっけ？これ全部ワニさん。そうですね。やばいな、アンダー視力。そもそもイクサラーキって何かわからなかった。これ誰もよくわかってない。そもそもイクサラーキって何だった？もうできてる。そもそもイクサラーって何ですかね？もう一回説明します。あ、プツプツしてたのかな。はい、もう一回説明を5秒ですると、XR と建築の掛け合わせた造語、イクスラーキーという名前で活動している、まあ、ふんわりしたグループです。
好き勝手参加したい人は参加できるんですけど、まあ、XR の技術をもなんか持っている人とか建築の方のいろんな技術を持っている人が集まって、まあ、その建築って今までリアルなものを建てるばっかりの、お仕事だったんですけど、まあ、もうちょっと VR とか AR とかそういったものと絡めていくことでとんでもなく面白いものがいっぱいできるはずということで、そういうふうな賛同した人が集まってます。で今主にディスコードのグループになってまして、中でまあ好きにこんなイベントやりたいとかこんなものを今作ってるんですけど、どうやったらここで引っかかってるんですけどどうやったらできるか知ってる人いますかとか、なんかそんなようなまあ、主に技術的な共有とかしながら、あとは遊んでる感じです。そういうグループです。はい、逆アベンジャーズ。逆アベンジャーズって何？逆じゃあこんな感じで終わりにしますか。はい、じゃあ、はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。頑張りましょう。ね。